今日クラスに転校生がやってきた。雪見せつな。彼女がその名前を言ったわけではない。先生がそう紹介した。あ、じゃあ雪見さんは吉田君の隣の席に。よろしくね。何か僕にできることがあったら何でも言ってね。でしたら黙っておいていただけると助かります。どうやら新しいクラスメートと仲良くなるには時間がかかりそうだ。僕の名前は吉田洋平、高校2年生だ。人からはよくお人よしすぎて損をする性格と言われる。あーもう暑くてたまんないよ。彼女は柳瀬やなみ。こんな僕をいつも陰から支えてくれる優しい子。今までも幾度となく幼なじみの彼女に助けられてきた。まったくだね。どうしたの？朝駅前の募金に小銭全部入れたんだった。何やってんのよ。もう子供たちが一生懸命呼び込みしてたからつい。ほんと人よしなんだから。しゃあない、私がおごってあげる。あ、ごめん、いつもありがとう柳美。いいのいいの、抜けてる傭兵をサポートするのが幼なじみの私の役目だし。本当に優しくていい幼なじみを持ったなとつくづく思う。おはよう雪見さん。それに比べこの子は相変わらず冷たい。どう？転校してきて何か分かんないこととかない？大丈夫？余計なお世話です。大体分かんないことがあれば先生に聞きます。なんであなたなんかに。本当に難敵だ。傭兵、どうしたの柳美？ちょっとこっち来て。なんであんなに雪見さんに構うの？え、あの子構ってほしくなさそうだし、実際傭兵のこと無限に扱ってるし取り合う必要ないと思う。でもまだこの学校に来たばかりでいろいろわからないこともあるだろうし。あの子窓際だから隣は僕しかいないし、何か困ってたらかわいそうだなって。むーって何？わかりなさい。無茶言うな。なんだろう、雪見さん何か困ってるような。じゃあここの問題を雪見。はい。雪見さん。3。あ、正解。座ってよし。もしかして前の学校じゃまだやってない範囲だった？これよかったら。え？ノートちゃんと取ってる方だから見やすいと思う。今までの授業の分全部載ってるから。ありがとう。でもあなたはノートがなくて。じゃあ次はこの問題を吉田。はい。おいおい、今説明しただろ、答えは。すみません、わかりません。お前にしては珍しいな。ちゃんと授業聞いとけよ。バカみたい。人に教えておいて自分が答えられないなんて。しょうがないだろ。あれ、なんかこの子笑うと思ったより可愛いな。ああ。翌日。で、もう遅刻ギリギリだよ。ごめん、僕のせいで。まったくよ。交差点でおばあちゃんの荷物が多いから持って運んであげるまではいいわよ。なんでそのまま家にまで行っちゃうかな。いや、本当に重かったんだよあの荷物。それはわかるけど、家まで送ってたら普通に遅刻しちゃうでしょ。しなかったからいいじゃないか。あんだけ全力疾走したらね。ごめん、でもありがとう柳美。え、放って行っちゃってもいいのに柳美は一緒に荷物持ってくれたじゃないか。いつもこんな僕に付き合ってくれる柳美の方こそお人よしすぎるよ。それはそのお人よしっていうか、普段からそんなことしてるんですね。朝から愉快な話を聞かせてもらいました。本当にあなたっておバカなお人よしなんですね。あ、なんですか黙って。
あの、ごめんなさい。バカは言い過ぎま…ゆきみさん嬉しいよ。ゆきみさんの方から話しかけてくれるなんて。どうも。いつも何言っても全然反応してくれなかったからさ、いや感激だな。バカにしてるんですか。たかが声かけただけで。本当人よしで、底抜けに能天気なバカな人。陽平、一緒にご飯食べよ。うん、あ、そうだ、ゆきみさんもよかったら一緒に食べない。え、私なんかと食べても楽しくないと思いますよ。ほら、ゆきみさんもこう言ってるし。そんなことないよ、僕ゆきみさんと仲良くなれたら嬉しいんだ。もちろんゆきみさんが嫌なら無理にとは言わないけど。物好きな人ですね。私なんかと仲良くなりたいなんて。まあ、そのいいですよ、ご飯くらい。やったやった。そういえばさ、ゆきみさんってどこから引っ越してきたの。北海道です。へえ、結構遠くから来たんだね。はい、まあ。いいな、北海道行ったことないんだよな。そんな期待するほどのところじゃないですよ。まあでも、もし旅行とかしたいって言うなら案内してあげてもいいですけどね。ほんと？それは嬉しいな。じゃあさ、こっちのことまだ全然わかんないよね。まあ来たばかりですし、全然向こうと雰囲気も違うので。そしたらさ、僕に案内させてよ。はい。やなみ、どうしたの。大丈夫、むせただけ。それは休日私と遊びたいってことですか。え、まあそうだね、案内がたら遊べたら。まあ別に構わないですけど。ま、ゆきみさん。はい。ゆきみさんは確かあまり人付き合い好きじゃないとか、無理に付き合う必要はないんだよ。まあそうですね。ただ陽平さんがどうしても私を案内したいみたいなので、今回は付き合って差し上げます。やったー。じゃあ明日のお昼にね。何の用だろう、ヤナミのやつ急に呼び出したりして。ゆきみさんとの待ち合わせ時間までにはまだ余裕があるからいいけど。ああ、ヤナミ来たけど、どうしたの。上がって。あ、うん。どうしたの。一応ゆきみさんとの待ち合わせ時間が12時だから、それまでなら。そこ座って。え、わかった。で、後ろに回して。いいけど。傭兵。やなみ、痛い。ほんとバカ。え、お人よしがすぎて、すぐ人に騙される。わあ、うわあ。やなみ、どういう。今日、あなたはずっとここにいる。は？ゆきみさんとの待ち合わせは。なしよ。で、傭兵、お腹空いてるでしょ。ご飯持ってきた。食べないの？あんしてあげよっか。ゆきみさんのことがそんなに気になる？気にしてもしょうがないよ。もう今日はゆきみさんに会えば。いや、違うよ。え？やなみのことを考えてた。私？うん、なんでこんなことしたのかなって。それは傭兵が。ヤナミはさ、すごくいいやつで、優しくて、僕より全然賢くて、いつもこんな僕のそばにいてくれて、僕のことを助けてくれてた。だからこれにもきっと意味があるんだろうなって。僕のためなんだろうなって。それは何なんだろうってずっと考えてた。怒ってないの。何を。傭兵のこと騙し討ちして拘束する真似して。バカ言わないでよ。どうして僕がヤナミに対して怒るんだよ。バカは傭兵だよ。お人よしすぎてすぐ人に騙されて、だからこうやって私にも騙されちゃうんだよ。え、私が本当に拘束すると思った？ドッキリに決まってるでしょ。ドッキリ？
そうそう、全然抵抗してくれないからつまんないのなんのって。その名は頑張ればほどけるのに。え、嘘。ほら、解いてあげるから急がないと間に合わなくなるよ。ばー、やば、あと10分しかないぞ。はい、解けた。 ありがとう。拘束した人間にお礼言わないでよ。とにかく行ってくるよ。うん。ねえ、傭兵。ん？ごめんね。謝るなよ。むしろつまんない話して悪かった。ううん。ヤナミ。ん？ヤナミも一緒に来てくれないか？え？やっぱりヤナミがそばにいてくれた方が安心なんだ。僕だけだとうまく案内できるかわかんないし。あ、もちろんヤナミが行けたらで構わないんだけど。はあ、ほんとしょうがないな、傭兵は。うわ、いいよ、行こう。傭兵は私がそばにいてあげなきゃダメだもんね。おまけ。これ結構美味しいですね。でしょ、このお店のドリンクはおすすめなんだ。種類も豊富だから何度も来ちゃうんだよね。そうなんですね。あ、見てたらそっちも飲みたくなってきたな。飲みますか？え、いや悪いよ。別にいいですよ。それとも関節キスとか気にする人ですか？あ、じゃあ。はい、傭兵。そう言うと思ってもう一つ買っておいたわ。まあさすがヤナミ。傭兵のことなら何でもわかるもの。え、それともどうしたの？ご視聴ありがとうございました。次回も私と吉田くん。ご視聴ありがとうございました。次回も私と傭兵の楽しい話をお楽しみに。うん、邪魔された。あ、二人とも仲良く。